雨と雷すごすぎ、目黒蓮、頭鬼区、大ゲリラ雷雨直撃で、メメの声が聞こえない。ファンは、囁きボイス、対策に躍起。2024年7月22日夜、関東地方でゲリラ雷雨が発生した。雷を伴う激しい雨が東京や埼玉を襲ったのは、午後9時から10時頃にかけて。ちょうどその頃放送されていたのが、月9ドラマ、海の始まり、フジテレビ系。第4話、激しい雷雨のせいで、ドラマに、ある苦情、が舞い込んだ。ゲリラだよ、雨の音がすごくて、メメの声が聞こえないよ、雷と雨すごすぎてメメの声聞こえない W、メメ、ことスノーマンの目黒蓮が主演を務めるドラマとして話題の、海の始まり、ですが、目黒さんの声が聞き取りにくいと以前から指摘されています。今回、目黒さんが演じているのは、どこか曖昧でいつもはっきりしない性格の青年夏です。普段の目黒さんがボソボソ話しているわけではないのですが、ドラマでそういう役柄を演じるとあって、小声になったのだと思います。芸能記者、実際、以前から X には、声小さすぎ、問題が上がっていた。エアコンの音にさえかき消される夏くんの声、こういう役なのはわかってるけどもうちょっとだけ音量上げれますか？